はい、どうも皆さん、こんばんは。マー君でございます。今日も業務スーパー行っちゃった。今日も業務スーパー。今日これ買ってきた。牛赤身すじ肉っていうやつですね。牛赤身すじ肉。すじ肉なんですけど、ちょっとね、ここを見るとね、分かってもらえるかもしれないんですけどね、普通にスーパーマーケットに売ってる筋肉とはちょっと様子が違う感じがしますね。これだからちょっと買うの悩んだんですよ。1キロ800円するんですけど、まあちょっと悩んだんですけど、まあ買ってみました。ちょっと開けてみたいと思います。やっぱちょっとスーパーの売ってる筋肉とはちょっと感じが違いますね。なんか筋肉なんだろうか、なんかちょっとね違うよね、スーパーの。まあ、マー君もこういうタイプの筋肉初めて見たんですけど、多分牛筋の、周りの脂とかお肉も一緒にカットしてあるのかな。まあとりあえずこれで、まあ、牛筋の煮込みを作ろうと思っています。はい。でもね、多分これもね、すごいアクとかね、油が出ると思うので、とりあえず下茹でします。今下茹でをしてるんですけど、結構なね、アクと油がやっぱ出ますね。ちょっとこれを下茹でしたお肉をちょっとざるに開けていきたいと思います。やはりですね、スーパーで売ってるような普通のね、牛すじ肉とはちょっと様子が違いますね。はい。ではまたちょっと意地悪な実験をしたいと思います。1キロのお肉、800円で買ったんですけど、約ね800円ぐらいで買ったんですけど、これを下茹でして油を落として、これ何グラムあるかちょっと測ってみたいと思います。おお、だいぶ減りましたね。1キロあったお肉がですね、今653g になりました。下茹でしたら 650g とか、どんどん、そうですね、 640g 前後ですね。ということはですね、350g 以上の油が、脂身があって油が抜けるということですね。はい。ではちょっとこれでうまくいくか分かりませんが、牛すじの煮込みを作りたいと思います。はい。圧力鍋に、謎の肉を入れます。で、水をね、ひたひたになるよりちょっと低いぐらいで入れます。そうしましたら火にかけます。で、お酒、料理酒入れます。料理酒たっぷり、もっといい。
料理してね、料理し料理したっぷり。で、ニンニク、ニンニク入れます。たっぷり、まあたっぷり適当なんだけどね、たっぷり入れます。でそこに焼肉のタレ、もう全部入れちゃおう。焼肉タレ入れました。でちょっと沸騰させます。で煮えてきたら味噌を入れます。味噌を、味見します。抜群にうまい。では加圧します。15分ぐらいね、加圧してください。はい、15分加圧をして、その後圧を抜きました。で圧を抜いてる間にお風呂に入ったので、ちょっと服とか変わってます。まあそれはいいとして、ちょっと開けます。で今こちらに綺麗な布で包んであるお豆腐があります。お豆腐を水切りしてあります。こんな感じでもうしっかり水切りしてあります。その豆腐入れます。豆腐を入れてさらに煮詰めていきます。いい感じに煮えてきたので、晩ご飯としたいと思います。はい、完成しました。牛すじの煮込み、まあ牛すじっぽくないですけど、やっぱなんか作ってると思うけど、やっぱりこれは牛すじじゃないような気がするな。まだ食べてないから何とも言えないけど、業務スーパーの牛赤身すじ肉なんですけど、まあね、味は美味しいと思うんですよ。一味ね。ではいただきます。だってこれもう筋っていうか肉だもん、肉の塊。
味付けは、まあ、自分で作っといてこういうこと言うのなんですけど美味しいですよ。でも牛筋ではない。多分この牛筋についてる周りの肉とかもその塊のまんまカットした感じのものですね。これ多少は筋、牛筋があるんだなって感じはするんですよ。でもその本当あのスーパーマーケットで牛筋って言ってその筋の周りの肉を全部削ぎ落として牛筋で売ってるじゃないですか、うん、あれではないですね、はい、だからあれを想像して買わない方がいいと思いますね。でパッケージにそのカレーとかあの牛筋の煮込みおでんに使えるって書いてありましたけど、あのまあカレーにはいいと思いますけど、まあおでんには絶対奮起だと思いますね。これあのおでんで、あのおでん屋さんでもそうだし、セブンイレブンとかローソンのおでんで牛筋頼んでくるものとは全く別物ですよ。これはい、まあ美味しいけどね。ちょっと牛筋を期待して買うとちょっとこれがっかりすると思うな。だから多分あれなんだね、牛赤身筋肉っていうタイトルなんでしょうね、あれ名前。あ、豆腐梅、豆腐梅、うん、豆腐梅、まあ、牛肉の旨味がたっぷり出てるので、それであのねしっかり水切りした豆腐を煮込んでるので美味しいのは美味しいですね。よいしょ、ちょっと土鍋でご飯を炊いてきました。あちちちちち、まああのこれは 牛筋っぽくはないですけど、あのお肉としては普通に美味しいので、あのこれでご飯を食べたいと思います。レンゲ持ってきた。おつゆもかけて。いただきます。オンザレス。うん。全部ご飯にかけちゃいたいと思います。いいね、おいしそう。うん、ふと思ったんですけど、これ牛筋肉じゃなくて牛すね肉なんじゃないかなと思う。これなにはともあれ、まあ美味しかったです。ごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。